はい、じゃあ行きましょう。三角関数のグラフの平行移動その1ですね。ここでは何をやるかっていうと、y イコール、こういうコサイン、カッコ、シータ引く3分の 1π とか、y イコールサイン、カッコ、シータ足す4分の 1π みたいに、この角度の中身、ここに足し算とか引き算があったらどうすんのと、グラフはどうなんのっていうのを勉強していきます。で、結論を言うと、こういう y イコールサインカッコシータ引く a みたいな、ここにマイナス a みたいなのがついてたらどうなるかっていうと、元々の基本となる y イコールサインシータのグラフありましたよね。あれを x 軸方向にこの a 度だけずらしたもんになりますよと。で、周期は変わらないですよっていう風になります。で、これもいつも言うように丸暗記じゃないんですね。自分で書き方を知って、その書き方をイメージできて、そっからね、この考え方を引っ張り出せるようにしましょうと。なので、まずこの1番と2番を使ってね、y イコールコサイン括弧シータ引く3分の 1π っていうのが実際どういう風なグラフになるかっていうのを見ていきましょう。で、考え方は前回と一緒です。こういうややこしくなってる角度のとこがややこしくなってるんで、こっちを基準に考えるんですね。シータ引く3分の 1π が0やったら、コサインのシータ引く3分の 1π は1ですよね。もしややこしかったら、ここをでっかい a みたいに見てくださいと。ここをでっかい a みたいに見てくださいと。つまり a が0の時、コサイン a はどうなりますかっていうことなんですね。ほな、コサイン a、a が0の時のコサイン0度って1やから、当然、1やねんけども、ここでの一番のポイントは、このシータ引く3分の 1π が0っていうことは、シータ自体は、このマイナス3分の 1π をこっちに移行して3分の 1π になることなんですね。つまりシータが3分の 1π の時にコサインは1になるよっていうのがわかりますね。代入してもわかりますよね。ここが3分の 1π の時に3分の 1π 引く3分の 1π で0になって、コサイン0となんで1になると。つまりシータが3分の 1π 60度ですね、60度の時に初めて1になるとっていうのがポイントなんですね。あ、ちなみにこの薄く書いてる、最初に書いてるのは、これは元となる y イコールコサインシータのグラフですね。ややこしくならないように区別しておいてください。これは y イコールコサインシータのグラフで、今から書きたいこの y イコールコサインカッコシータ引く3分の 1π のグラフは、この青で書いていきます。じゃあ次の点を取りましょうと。シータ引く3分の 1π、この a が6分の π の時、コサイン A、コサイン6分の π、コサイン30度は2分のルート3ですよね。だから、2分のルート3やねんけど、大事なことは、CA っていうのは自分が勝手に置いた文字やから、元の θ に戻さなあかん。つまり、θ 引く3分の 1π が6分の π っていうことは、これを移行したら、6分の π 足す6分の 2π で6分の 3π。つまり、2分の 1π ですね。θ が2分の 1π の時に、コサインは2分のルート3になるよと。こういうことですね。になると。もうちょっと調べときましょうね。同じように A が4分の π、θ 引く3分の 1π が4分の π の時、ね、コサイン4分の π は2分のルート2やと。コサイン4分の π は2分のルート2。ただ、この4分の π っていうのは θ 引く3分の 1π、こいつのことやからちゃんと計算するんですね。4分の 1π たす3分の 1π、こっちに移行すると。ね。そしたら、12分の 7π ですね。12分の 7π やと。の時に、2分のルート2になると。っていうことですね。こういう風になる。もうちょっと調べましょうね。θ 引く3分の 1π、a が3分の π の時に、ね、3分の π ってことは60度やから、コサイン60度は2分の1やねんけども、ここの θ 引く3分の 1π が6分の π っていうことは、元々の θ 自体は、こっち移行したら、θ が、3分の 2π の時ですね。3分の 2π の時。3分の 2π の時に2分の1になると。っていう風に、分かっていきますと。もう一個ぐらい調べときましょうか。ね、θ 引く3分の 1π が2分の π の時。ね、こいつが2分の π90 度の時、コサイン90度は0ですね。ただ θ 引く3分の 1π が2分の π ということは、もともとあった θ は6分の 5π ですね。つまり θ が6分の 5π の時に0になると。っていうことですね。6分の 5π の時に0になる。これで見えてきましたね。このグラフは、こういう風になってるんです。
全部この元の基準となるグラフからこっちにずれてるんですね。3分の1パイずつずれてるとっていうことなんです。だからこれからのグラフも全部こっちに3分の1パイずつずらしていけばいいっていう風になるんですね。だから全部この元になるグラフを3分の1パイずつずらしてこういう風に書いていけばいいと、全部3分の1パイずつずらして書いていくんですねっていう風にして書きます。 OK ですか？あとは点とかを正確に取っていくだけですね。ということで、このコサインシータ x 3分の1パイのグラフっていうのは、元の y イコロコサインシータのグラフをこっちに3分の1パイ移動したもんやっていうのがわかります。で、周期はどうなるかっていうと、周期はこのままこうビヨーンって続くっていうことは、ここの横幅自体は変わってないですよね。さっきまでの周期がこっからここの 2π やったんが、それがこっちにずれてこっからここの 2π になるだけなんで、周期自体は変わらないよと、それがポイントなんですね。 OK でしょうか？ということで、この y イコロコサインかっこシータ x 3分の1 π のグラフは、元の y イコロコサインシータのグラフをこのシータ軸方向に3分の1 π 60度ずらしたもんやよとっていうのが分かりました。周期はそのまま 2π ですよと。これ y イコロサインかっこシータ足す4分の1 π でも見ときましょうね。これはまあもう想像はつくと思いますけれども、この元の y イコロサインシータのグラフを、元のこの y イコロサインシータのグラフを、プラス4分の1 π ということは、こっち側、マイナス方向に4分の1 π ずらしたもんになるやろうなっていうのは想像つきますよね。それを具体的に点を調べて確認していきましょう。やり方はさっきと一緒です。ここを基準にして考える。つまり θ たす4分の1 π が0の時に sin 0度イコール0なんですね。ただ θ たす4分の1 π が0っていうことは、元々の θ はマイナス4分の π ですね。つまりマイナス4分の π の時に0になるとっていうことですね。同じように見ていきましょう。θ たす4分の1 π が6分の π の時ね、 sin 6分の π、 sin 30度は2分の1やと。ただ θ たす4分の1 π が6分の π ということは、これ移行して調べるとマイナス12分の1 π ですね。ってことで、マイナス12分の1 π の時に2分の1になると。お次は、θ たす4分の1 π が4分の π の時、 sin の4分の π なんでルート2分の1になると。ただ θ たす4分の1 π が4分の π ということは、 θ 自体は0、つまり0の時に2分のルート2になるよと。同じですね。θ たす4分の π が3分の π の時ね、 sin 3分の π は2分のルート3やと。ただ元々の θ はこれをこっちに移行したら、12分の 1π やと分かると。12分の 1π の時にルート3やって分かると、2分のルート3やと分かると。もう一個ぐらい言っておきましょうか。θ たす4分の 1π が2分の π の時、 sin 2分の π なんで当然1ですね。ただ元々のやつは4分の 1π やと、4分の 1π の時に1になると、こういう風になっていくんですね。でここからも分かることはもう想像つきますよね。全部マイナス4分の 1π されてるんですね。こっち側にずれていると。だこの後も全ての点をこっち側にマイナス4分の 1π ずらしていけばいいから、だいたいですよ、だいたいこんなグラフになっていくんやろうなと。全部ずらしていくんですね。だいたいこういう風な感じになっていくと、ずらしていくんですね。だこの元々あった y イコール sin θ のグラフっていうのを全部こっちにマイナス4分の π ずらすとっていう風になります。で、周期はさっきと一緒で、元々のグラフはこっからここの 2π やったんが、それが ずれてもこっからここになるだけなんで、こっからここになるだけなんで 2π のまま変わらないよとですね。結論を言うと、この y イコロサイン括弧θ たす4分の 1π のグラフっていうのは、この元々あった y イコロサイン θ のグラフをこっちに4分の π ずらしたもんですよっていうふうに分かります。周期はそのままですよと。ということで、確認しましたね。結局 y イコロサイン括弧θ-a のグラフみたいなやつは、元々のグラフ
y イコール sin θ のグラフを、あ、x 軸方向って書いてますけど、まあ θ軸方向の方が正確ですね。この横軸方向、θ軸方向に A 度だけずらしてくださいと。周期は変わらねえよと。っていうことやったんですね。最後にタンジェントの例を使って、それももう一度確認しておきましょう。y イコールタンジェント括弧θ たす30のグラフを書けって言われたら、まず基本となる y イコールタンジェント θ のグラフを書きますと。これは書けるようにね、もうなってますよね。こういうふうに全近線を90度と270度のところら辺に引いて、で、こんな感じになると。ね、こんな感じになると。これが y イコールタンジェント θ のグラフやった。で、今回は θ プラス30度っていうことは、マイナス括弧マイナス30度ですよね。つまり、マイナス30度ずれる。すべてこっち側に30度ずれるんですね。っていうことをグラフじゃこの式から読み取ると。読み取ると。だから実際ずらすんですね。全近線も、このもともと90度に引いてた全近線を30度ずらして、この60度のとこに全近線を引く。ね、270度のとこに引いてた全近線を30度ずらして240度のとこに引くと。そして、この中心とかも全部ずれるんですね。ここにあった中心がこっちにずれると。ここにあった中心がこっちにずれる。で、ずれた上で、こういう風な感じになっていくんですね。やっぱり、全部ずらしただけなんです。もともとあるグラフを想像して、30度ずらしただけだと。っていう風にしたら書けます。そして周期は変わらず、タンジェントの周期は π なんで、この θ 引く30度、θ 足す30度の時も、θ 足す30度の時も周期は変わらず π のままやと。っていう風になるんですね。以上が、今回のグラフのポイントでした。y イコール sin 括弧 θ 引く a のグラフの時は、ここに注目して、マイナスがポイントですね。マイナス a の時に a 度ずれるよ。周期は変わらないよっていうことでした。元のグラフを想像して、ずらせば書けます。ということです。